磯村義則は、江戸時代初期に活躍した数学者。文蔵、騎兵とも名乗った。号はドロ、泥竜、たくなるである。1660年頃に書かれた、三方決議賞の作者で知られている。また、本来ならば、台数を使用しなければ解けない問題でさえ、そろばんで解いたことから、そろばんの名人でもあった。少年は不詳だが、非全国歌詞まで、 鹿島藩藩主である、鍋島忠茂に仕えた。数学者の高原義シに数学を学んだとされ、1658年には、道の区国日本松藩に仕え、現在の福島県で、作事奉行として、アダタラ山から日本松城まで水道を開拓し、水を引いた。1660年頃に、義則が書いた主張で、 当時の数学の教科書であった三方決議賞では、数学書の人工記に書かれてある十実の問題の解が記載され、新しく150余りの問題が三方決議賞に追記されてある。なお、吉典が付け足した問題は1684年に出版された造補三方決議賞に解の記載がある。弟子には、村瀬吉松、中澤又助。 三宅正太からがいた。主な著書に、造語三宝決議賞、お関物語などがあるが、現存していない。磯村義則とは引く言葉んく、2012年9月23日、閲覧。稲が正吉、中村聖太郎、三村幸男、湯川秀樹、万有百科大辞典十六物理、数学、愛が哲夫、小学館、日本大百科全書初版、25ページ。 植田正明ほか監修、三聖堂編集書編、コンサイス日本人名事典第五版三成堂、2009年、113ページ。ありがとうございます。